戦国武将紹介、宇喜多直家、備前の国の戦国武将、備前の国の戦国大名、浦上宗景に仕え勢力を拡大、主君の浦上宗景から二度の離反の末、秋の国の毛利氏と結び、浦上宗景を備前の国より追放。下克上に成功する。その後、織田信長の命を受けた、羽柴秀吉が、中国方面に進出してくると、これに対抗したものの、やがて、毛利氏と手を切って、信長に臣従する。天正9年、1581年、2月14日、毛利氏との戦いの最中、岡山城で病死する。宇喜多直家は、毒や銃を用いて、敵対者を暗殺したと言われる。尼子恒久、毛利元就と共に、中国地方の三大豪将と言われた。大河ドラマ、軍師官兵衛では、陣内孝則さんが、宇喜多直家役を熱演。癖のある、迫真の演技は見応えがありました。